はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。バイオハザード RE2、じゃあゴーストサバイバーズなんですけれども、ようやくランナーウェイの方が終わりまして、次は、はい、こちら、剣道親子のノータイムトゥモアン、モアン、こちら、やっていきたいと思います。まあ、これ、ランダムに難易度2で結構ね、もう、結構めちゃくちゃ難しかったんで、果たしてこっちはどうなのか、はい、やっていきたいと思います。小さな亡骸の傍らで、ロバート剣道は己に銃口を向けた。だが、引き金にかけた指を、けたたましい音が制止された。無線機から溢れ出したのは、懐かしい友人の声。ロバート、相棒、頼むわ、返事をしろ。脱出している確保した。すぐこっちへ来い。お前が到着するまで俺は動かないぞ。昔から頑固な男だった。一応言い出したら聞かないやつだ。許してくれ、今。俺は生きる。父は静かに立ち上がる。娘を悼む。時間を残されていない。下水の合流地点に向かうですから、こっちじゃなくて、いや、やっぱりこっちか。さあ、剣道さんの持ち物は？PZ ガス、まあ、オリジナルには P イプシロンガスっていうね、化け物をちょっと元気にさせちゃうガスがありましたけど、ここは特にアイテムはないですよね。さあ、ショットガンとハンドガン、まあサムライッチはね、剣の銃砲店のカスタムだったっけな、確か。これは下水道の合流地点に向かうっていうことなんですから、おみや。よくわかんないけど、極力戦闘は避けていこう。そしたら、こうやって倒せばいいってことなのかな。そしたらこれ降りる感じでしょ。はい。
アイテムボックスは使えないと。さあ、このタンクを狙って撃つと、うわあ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 、ちょ、くらっ、あー、ポイズン、うわへ、うわへ、ちょ、ひ、にゃー、かまたポイズン、あー。これはきついな。このガスを吸っちゃいかんってことか。ガンパウダーで組み合わせて、ハンドガンの弾で、マグナムは持ってないから作っても意味がないっしょ。ねえ、マグナムは意味がないもんね、作ったってね。ハハハ、終わったー。回復はあれっきゃないのかな。ともかくボンベしょったやつがいたら利用しない手はないと。ないもんね、アイテムは。よっ、ドカーンってやりたいのは山々だけど、さあドカーンってやらざるを得ないのか。それをうまく利用しないとね。
では。ただけでアウトなんだな、これはな。ガスは吸わないようにしないと。でもなさそうだから、起き上がる前にさっさと駆け抜ける。よし、これ撃っていいのか。先行をもらってみるかな。これ撃つのはなんか罠のような気がするから、ニャッカッカッカエレベットの中はアンチかな。よし、ガンパウダー、強化火薬、ショットガンの弾を作り、ざるを得ないよね。うわー、スパークショット。こんなところで使うのはもったいないが、どっちへ向かう。こっちではないか、こっちでいいのか。
ちでいいんだね。いや、違うな。違うな。なんかアイテムがあるってわけでもないし。あれ？でもこっち、こっち？どうなの？どれ？ここ。あ、呼べってことか。こっちですよ、こっちですよ。これ G 生態とやり合う感じかな。やっぱいるよね、あそこに。ドロンと潜り込みやがった。これは一か八か。こっちへ行くか、やっぱり。うほほ。うわはは。うほほほほほほ。これはダメだな。うわはは。おぼぼ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 
よし。うん。ランナウェイと比較すると結構武装があるからうまく使えば有利に有利に働くんでしょうけどね。だから宝の持ち腐れになったりしないようにしないと。よし。来いよ、おら来いよ。これは打ってもいいんだけど、結局リッカーが飛んでくるから。あ、いた。これはダメだ。うわ。さっさと逃げんのも一つの手かもしんないけど。さあ来いよ。
ヘリで救出してくれるやつが一体誰なのか。まあ、バイオ3で最後救出してくれるのはバリーガーケンド銃砲店の人とはバリーさんは結構仲良くしてるみたいだし、うわー、いやー、これは これはハンクさんの時みたいに確定で寄ってくるハン、あのリッカーなのかな。さあさあさあ、ちょっとあそこが鬼門ですね、立夏のところが。もっととうまく戦う方法が、あるのかな。母さんの声が聞こえたら、避けて。離れて、そして、リッカさんダメージあんのかこれ こういう時に、いやー、これはちょっと効率的じゃないな。ショットガンも効率的じゃないし、倒せるっちゃ倒せるけど。ここに団体さんがいらっしゃるからね。
よし。ハンドガンの弾がなくなっちゃったから、ここで作ろうか。ガンパウダーで、はまずハンドガンの弾、それから強化火薬組み合わせちゃったらマグナムの弾になっちゃうから、これはちょっと温存しといて、ここはみんなが起き上がる前に走り抜ける。よし、これ上は行ってもしょうがないってことでしょ。こっちはエレベーターが通ってない。まあのマグマグしてるうちにゾンビに囲まれるようなことは避けたいから、これ撃っていいのかな、こいつ。撃つというよりは撃つというよりは、なんだろうな、こうやって引きつける。来いよ、ほら来いよっつって引きつける。さあ引きつけといて撃つ。わあ、カッカッカッカで、ショットガンで撃つのはもったいねえか。あれ、ガンパウダーでやっぱショットガンの弾をモリモリ作っていく感じがいいだろうから、よし、早く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 、よし。さあ、このアイテムボックスは一応回復をもらって、回復でグリーンハーブをもらって、こいつこいつ、スパークショットをいただく、すぐさまにクイックターンして、ちょうど時間がいい感じなんで、この辺で一回終わります。